ミルクボーイ、今年テレビ初漫才で、令和初の M-1 王者に、嘘でしょ。夢、夢、夢。結成12年の大阪の苦労人が歴代最高得点をマークし、週上最多参加、5040組の頂点に立つ。 漫才師日本一を決める M-1 グランプリ2019のケツマサルが22日都内で行われミルクボーイ課題15代王者に聞いた母親が好きな朝ごはんの名前をボーレタという設定でコマバコ33かボケると突っ込み、内海隆34がコンフレークやろ。コンフレーク違う。などと行ったり来たりする満載で 過去最高得点だった24年のアンタッチャブルの673点を更新する681点を叩き出し1位通過。かまいたち、ベコパと3組で臨んだ最終決戦でも最中おネタにして審査員7人中6人の指紋を集め。決勝は愚か準決勝にも進んだことがなかったコンビが圧巻の優勝を勝ち取った。 今年テレビで漫才させていただいたのは初めてで。嘘でしょ。夢、夢、夢。うつみとかぶ文たちの快挙に驚きを隠せない二人。M-1 王者を夢見て芸人を始めたが M-1 が10年で一時中断すると目標を失い自堕落な生活を創った。 趣味のギャンブルに走って、うつみ、先輩に誘ってもらうと出かけてばかりでした。ゴマが、4年くらいサボっていた。1年発起しアルバイトの合間にネタ作りに精を出した。3年連続の準繰り返し決勝敗退となった昨年の大会で、下振り民星が優勝したことも刺激になった。 後輩が優勝したので吹っけたくないと内海は語る。審査員も絶賛した。今年ついに覚醒した。ナイツ覚醒し41は自分も同じようなネタを作ったけれどこんなに面白くはできなかった。100点に近い99点と語れば松本人志56も行ったり来たり漫才とでも言うんかな。 これぞ漫才というものを久しぶりに見せてもらったと評を値した。賞金100円。うつみは角が入りに切っていただく参加見で専用の散髪台を設置し、他の人でも角刈り台を無料にしたいとぶち上げた。現在もスポーツジムでアルバイトをする駒場は後輩やお世話になっている人に恩返しできれば、 すみません、ボケゼロで、すね、とごり、優勝の喜びを、静かに噛み締めた。ミルクボーイ大阪芸大落語研究会の同級生のボケ、ゴマバタカシ、33、ツッコミ、うつみタカシ、34、ガ、2、7年に結成。今年、第8回関西演芸師やべくり話芸大賞グランプリ受賞。大阪市24区、24、四久住マス芸人、天皇塾担当。 ニコーンフレーク販売のケロック M-1 王者ミルクボーイを祝福ハラス崩壊レベルで笑った。漫才師日本一を決定する M-1 グランプリ2019の決勝が22日に都内で行われ初優勝したお笑いコンビミルクボーイ。 か、決勝ファーストラウンドで M-1 史上最多得点となる681点を記録する快挙を達成した。史上最高得点を記録したのはコーンフレークをネタにした漫才。母親が好きな朝ごはんの名前をボーレタという掛け合いから駒箱がコーンフレークと思われるとく印を挙げると、宇都見隆がコーンフレークやないか。 と突っ込み。すると今度はコーンフレークとは違う特徴を挙げ。コーンフレークだ、コーンフレークじゃないと行ったり来たりの絶妙な掛け合いを展開し大爆笑をさらった。その後勢いそのままに頂点を掴んだミルクボーイにコーンフレークを販売する。ゲロックが公式ツイッターにミルクボーイさんのコーンフレークのネタ。 腹筋崩壊レベルで笑った W 史上最高点での優勝おめでとうございますと祝福のメッセージ。すぐにぜひ CM 起用を。ゲロックさんコーンフレーク1年分申請お願いします。コーンフレーク久々に食べたくなったなど多くのリプライが着せられた。あまりの反響の大きさにこんなにたくさんの祝福コメントがびっくりびっくり。 ありがとう、ありがとう、優勝したのはミルクボーイさんやねん。ミルクボーイさん、本当におめでとうございます、と嬉しい悲鳴をあげていた。3 e g i r l s に0 2 0年末で解散それぞれの新日は、女性11人組 E-GIRLS が22日 20, 20年末で解散することを発表した。 この日、トレッサ横浜で行った来年第1弾シングル別正解1月29日発売のリリース記念イベントでガンに報告。リーダーのサフジ・美に4はノートク行くまで話し合った決断。たくさんの仕入れがあるからこそ何しかったと2000人に言葉を向けた。11年に LDH の女性グループ D リー,ディームハッピネス。 プロエアールの3組を中心に指導したプロジェクトユニット。13年からは5年連続で NHK 紅白歌合戦にも出場した。来年に波ダッシュ7月に行うアリーナツアー13公演がラストツアーとなり同年末に解散する。 解散後は佐藤、坂東、のぞ望み22、石井アンナ21、山口の繰り返し花21、か女優、モデルとして活動。竹部優奈21は新ユニットで、和シオレーサイ25はソロ歌手として活動するという。ハッブイネスは海外を視野に活動。 4、橋口博次郎さん、小島福都市さん東西本市予想記者らが予想馬券をプレゼント28日ホープフルエス。ホープフルエス、G1、2オーも馬券プレゼントを行います。橋口博次郎さん、小島福都市さんの元調教師2人と東西本市予想担当の春木博吉村たちの両記者は1万円分。 フリーアナの田中歩さん、名古屋経由まで活躍する宮下瞳、自然葵の両機種は5000円分で参加します。また、有馬記念で記者トップのプレゼントに成功した中野達也記者は1万円分、松浦拓馬、坂本徹広氏。 女里市、浜木俊介、小宮栄一、和田育馬、ま、内人屈、山竹、山本武市、吉田哲也の旧記者は、おのおの5000円です。応募は、はがきに郵便番号、住所、氏名、年弱い、電話番号、希望する予想者名、ない場合は無効。 おめ記し、郵便番号、531-8、558、放置新聞社、レースグ、ホープフルエス、馬券プレゼント、係へ。当選者とフォーカスは、レース当日の紙面で発表します。12月26日、木曜日、出着。五福止め、外の争い、大勘迎え、勝ち取ればいい、ボーアサズラ球団史上最多助っちと8人。 阪神福留、高市海外野手、42日に2日、ジョヒ婦、チと生徒のセリソを歓迎した。コンオフチームは4番候補のボア、サンズラ、新外国人選手を5人獲得。マルテラ既存の戦力と交わせて、球団史上最多の8人体制で来季開幕を迎える中、 若い選手であろうが、僕らベテランであろうが、外国人選手であろうが、この世界に絶対はない。外国人枠もあるし、ポジションは自分たちで勝ち取ればいいと言い切った。記念4月には43歳になる。9回最年長となった今なお存在感はピカイチだが、矢野感ただしは、 競争を激しくするために外国人を隠ってもらっていると話しており、左翼の定む位置は安安氏ではない。それでも服と目は別にライバルと二人でバチバチやるわけじゃない。競争の中でお互いが切磋琢磨、切磋琢磨してやればいいし、とさらり。 さらには同じ MLB 経験者として助けという部分では聞いてくれば助言など全然しますよと先生役まで勝って出た。この日は神宮球場で行は寝た吉本園ン良よいベースボールに参加。野球がなくしい,いと思ってほしい。50人の少年少女に打撃指導などを行った。まだまだ主役は譲らない。 9回全体の未来を思いやるセバン号8